強制はモテる。クエさんはやめようね、モテたかったら。慶応ブランドは強いです。ふざけんなよと。コメント怒りますよね。サークルは何やってたの？イデサーです。あ、いいか。イデサーでも。就活の時、無双しましたよ、気づいたらなんかもう金融系の企業、大企業内定決まってたみたいな。慶応目指すべきですか？目指すべきです。で始まりました、もちゃちチャンネル。さあ今回はですね、やってまいりました新たな武田塾チャンネルのイケメン枠ということで、山火先生を引退させるんでしたっけ？そうですね、初めて聞きました。はい、ちょっと自己紹介お願いします。はい、武田塾お茶の水本校教務の川野と申します。よろしくお願いします。はい、いやこれでどうします、人気めちゃめちゃ出ちゃったら。いえいえ、もうあの憧れの森田先生のチャンネルにご出演させていただけるということで。慶応、はい、ですもんね、はいはい、今までやってきて、どうやってと武田塾入ったんですか？はい、そうですね、もともと別の大手予備校で、はい、プロ講師をしていた経験が、そうなんですね、実はありまして、はい、その後なんやかんやあって、まあ、最終的に自分のやりたい指導をできる武田塾に来たという感じですね。そうだったんですね、はい、それ言ってないんですか、どこの予備校とかは。そうですね、今出してないと思います。出していいんですか？いいですか？今 上司が、ね、ちょっといるんですけど、上司出していい？ OK! OK! 出ました、上司からの。はい、四ツ谷学院です。あ、はいはいはい、はい、じゃあ同じですね、僕も四ツ谷学院やってましたから。いやもう大先輩も大学もその後の予備校も同じルートをたどらせていただいて、はい、いや僕だいぶ長いですけど、ここまで大変だった。はい、いやそうだったんですね、はい、じゃあもう教育業界に興味があって、はい、そうですね、やっぱり受験指導に興味があってっていうところですね。なるほど、何の教科やってたんですか？は英語と国語、はい、特に現代文と、はい、あと小論文ですね。なるほど、そんなイケメン講師なんですけども、はい、慶応についてなんか動画出してましたよね、はい、そうなんですよ、こちらの動画になるんですけれども、はい、慶応の噂、はい、実態調査ということで、うん、山火さんと話させていただいたんですね。はい、あの世代交代する、世代交代、世代ちゃん本当に違います。怒られちゃうんです。そうですね、そこの動画で言ってた、はい、その噂、はい、本当なんですかっていうね。そうですね、それをさらに本当なのか、はい、ちょっと改めて先輩とご一緒にお話させていただければと思います。あとはまあ武田塾チャンネルね、クリーンなチャンネルなんで、はい、そうなんですね、クリーンなんで、ちょっとね僕もね、はい、あれ見た時に、はい、噂って言ったから、はい、まあ、ちょっと闇のね黒い噂の方が出てくるのかなと思ったら、なんかもう綺麗な噂ばかりだったんで。闇の噂ちょっと出せないですね。ちょっとそこのところで聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まず一つ目噂何でしたっけ、はい、前回やったのが慶応生はモテるですね、はい、でどうでしょう森田先生これ。いやだってそれでなんか普通ぐらいですみたいな、なんか、まあ、慶応生全体はモテるけど、はい、早稲田はモテるけど、ま、自分は、はいはい、その中で一般的な。うそー、いやいや本当なんですって。今でも視聴者がふざけんなよって言って、そんなわけないだろうって言ってでね、はい、どんだけ合コン行ったんだよって、はい、そうですね、まあそうっすね。まあ人並み、人並み、人並みの、そうですね、あんまり多くないと思います、はい、サークルとかは。サークルはですね、言えない言えないようなサークルなんですか？サークルはまあイベントサークルですね。ほらちょっとここカットほらまあでも、クリーンなイベントなんですよ。これ誤解され、イベサーって言うと響きが悪いんですよ本当に、じゃないですか。イベサーってなんかイメージすると、はいね、なんかクラブ貸し切ってみたいな、はいはいはい、そうそうそう、クラブもクリーンに貸し切ることあったんですけど。クラブってクリーンに貸し切れるんですか？クリーンに貸し切ることもできるんです。はい、はい、まあ、あくまで例えば誕生日会とかっていうやり方ですね、はい、あ、なるほど、はい、まあ、イベントサークルってね、はい、まあ、やっぱり僕らのイメージはやっぱ飲み会、合コンのイメージしかないですけど、もう本当にイメージ悪いんですよね、はい、ただ健全にやってるイベントサークルもあるよと。なるほど、ね、ここで伝えておきたいですね。なるほど、でもモテたでしょ、だってイベサーやってたらモテますやん。イベサーやってるとその第一印象が悪くて、はい、ダメなんですよ、モテないんですよ、気をつけて、ね、イベサーはやめようね、モテたかったら。という感じだったわけですね。そういう感じだったわけです。まあぶっちゃけモテるでしょう、はい、慶応は他より全然モテると思います、まあ、そうですね、はい、まあ大学ね、うん、どっちに行くかって言ったらそれはモテるんじゃないかなっていうのはやっぱり思います、ね、慶応ブランドは強いです、はい、やっぱ周り見ててもすごかった、うん、もうモテ度がすごい。なるほど、羨ましい。やっぱりだからもうコメント怒りまくってますね。やっぱだから就活の時とかも圧倒的ですね、はい、やっぱ人気が高いと。そうですね、これ噂の真相、はい、就活に強い、はい、そうですね、これはでも本当ですよね、うん、この通りだと思いますね、はい、やっぱり
まあアナウンサーとかがねやっぱいっぱいいましたから、はいはい、やっぱり聞きますもんね、派閥があって、慶応派閥があってとかっていうのがそれぞれ会社内にあってとかっていうので、やっぱ就職はすごいいいって言ってましたし、はい、いいですね、周りの人たちもやっぱ先輩たちからのコネでみたいなのがありましたもんね。自分なんか気づいたらなんかもう金融系の企業、大企業内定決まってたみたいな。それを蹴って四ツ谷学院にしたんですか？それおかしいですよ。まああのその後ちょっといろいろとやりたいことがあって、はいはい、教育の方で、はい、やっぱそれはやっぱ就活の時、はい、無双しましたやっぱり。そうですね、あまり行くつもりがなかったので、はいはい、そんなに力入れてなかったんですけど、でもそれでも取れるぐらいやっぱり強かったんだなっていう。あ、見てあります、ね、これが慶応ブランドだ、はい、ね、慶応ブランドとルックスで。いやいやいや、サークルは何やってたの？イベサーです。まあいいか、イベサーでもって感じでした。そうですね、就活の時やっぱマイナスなんですよね。もう本当に例えば海の家やってましたとか。はいはい、ありますねそういうのね。君チャラいねって言われるんですよ。もうじゃ真面目にやってたんですって言ってもやっぱ面接の時間で挽回できないんですよね。これはちょっとしんどかったところですね。勧誘されて入ったんですか、イベさんは。そうですね、勧誘されていつの間になんか入ってましたね。いろんなこと出会えるよって言って、うん、うんって。違います、違います。そんなこと言われてないですよ、うん、いや、なんか大きなことしようよっていう。あ、なるほど。やっぱ志を持った先輩がいたんで、うんうんうん、まあ、それについてたっていう感じなんですよね。でも大丈夫でしたか？逮捕されたりとかしなかったですか？はい、いや全くやっぱりクリーンだったんでなかった、はい、ですが、お、ですが、はい、我々の時代、はい、大事件ありましたね。あったんですよ。何があったんですか？これ言っちゃっていいですかね、はい、駅構内で学生が裸で走って、はい、それを女子生徒が撮影するという大事件、はい、覚えてますか？そんな事件があったんですか？あったんですよ。どこの大学ですか、そんな。どこなんですかね。こういうことをやらかす、まあ、それももしかしたらちょっと慶応のね、うん、あの裏の面なのかなと思いつつなくしていきたいですね。本当やめてほしいと。そうですね、そういうのはね、慶応裏の汚さないでほしいと。そうですね、その頃もね、はい、結構大変だったと思うんですよ、はい、まあ、ニュースとかでもね、はいはい、どれぐらいですか、ちょっと逮捕されたあたりですか？ちょっと そうですね、でも確かそのあたり結構なんかいろいろ重なってた気がしますね、はい、で定期的にこうが入ってくると、もうそれふざけんなよと。あのね、クリーンな動画ではめちゃめちゃいいところみたいな感じだったのに、叩いたら埃出てきますね。埃はでもどこの大学もあるわけじゃないですか、はい、やっぱり、はい、僕はちょっともう一個噂何でしたっけ。噂もう一個はお金持ちが多いですね、はい、そうですね。これどうでしょう？多いでしょう。多いですよね。これは多いです。やっぱりお金持ちの家庭の人がやっぱ入れます、はい、もう今だ社長とかが周りに結構いるんですけど、はいはい、やっぱ子供をガンガン慶応に入れてます、はい、なんかやっぱりこう友達とかでもちょっとオーラ違うなと思って聞いてみると、やっぱそう親がもうとんでもなかったりするんですよね、はい、いますね、はい、でも使えないような話がいっぱいある。言いたいな。ここでも言えないんですよね、ちょっとね。まあ、はい、いましたやっぱ周りに。某有名政治家の本当の子供じゃないのかな、ちょっと、まあ、なんかの子供らしいっていう話とか、プラスで見た目、はい、容姿端麗な人が多いっていうのも多いですね、はい、これもまあしょうがないというか、はい、やっぱ垢抜けてる人が多いです、はい、多いですね。で自分は今日吉見たいって、はい、その後東大本郷入るわけですけど、はいはい、本郷であの書類とか取りに行かなきゃいけなくて、はい、慶応に行った時とかびっくりしますもんね。なんだこれは、同じ東京にある大学なのにこんなに人間が違うのかっていうですね。こんななんかもうピッカピカチャラチャラの中に自分はいたのかと思ってすごい目を疑いましたもんね。まとめると慶応目指すべきですか？はい、目指すべきです。お、一番の魅力は？一番の魅力はうん、何ですかね。いや魅力がありすぎて本当に難しいんですよね。これと言ってはちょっと、これと言っては本当ありすぎて選べないぐらいたくさんあります、うん、なるほど、はい、じゃあこれから、ね、はい、川野先生が活躍するのを期待していきたいと思いますので、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ武田塾チャンネル見てください、はい、今回はこの先生においでいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。